皆さんこんにちは、しらねーです。2021年用のデジタルプランナーが完成したので、こちらを紹介していきたいと思います。デジタルプランナー本体のカラーは2020年と同様、パープル、ブラック、ピンク、それからグリーンとブルーの5色を用意させていただいております。その中から今回はパープルを使用して見ていきたいと思います。表紙は2020年と同様バイカラーのデザインになっています。これを右にスライドするとインデックスのページが表示されます。このページには右上のカッションマークをタップするといつでもジャンプすることができます。ではこのインデックスのページを順に追って説明していきたいと思います。では一番最初に GoodNotes 5を開きます。はい、ここでは GoodNotes 5でのデジタルプランナーの読み込み方から書き込みをする際リンクを作動させるパターンを表示しております。次にノートシェルフを開いていきます。このページでも先ほどと同様、基本的な読み込み方から書き込みの仕方、リンクの作動のさせ方を説明させていただいています。次にデジタルプランナー3というところをタップします。そうするとですね、こんな風に表示されています。ここではですね、基本的な使い方の他にリンクが配置されている場所などを明記してあるので、もし使い方などわからない場合はこちらを参考にしていただいて活用していただくというのがいいかなと思います。前回のデジタルプランナーよりもフォーマットの数が豊富になっていますので、どんな方にもお使いいただけるかなと思います。では次にスケジュールのイヤリーのページを見ていきたいと思います。隣にある2020の数字をタップします。まだ年末まで3ヶ月ありますので、3ヶ月分の書き込みスペースと、それから2021年の書き込みスペースを用意してあります。もちろん12月まであります。次にマンスリーの2020をタップしてみます。このページでは月ごとの予定をカレンダー表示で管理しやすいようにしてあります。で、他の月に移動したい場合はこのちっちゃな丸をねタップしていただくと数字が書き込んであるので、その数字と同じ該当月にジャンプすることができます。ではもう一度インデックスのページに移って、次は2021のページを見ていきます。2021年のマンスリーもリンクを作動させたい場合は丸に記載されてある数字をタップすることでページ間の移動が可能になっています。マンスリーにはメモ書きできる余白のスペースも十分にありますので、そちらも活用してください。ではまたインデックスに戻りまして、次はウィークリーの2020のページを開いていきます。ウィークリーのページは9月の28日から利用開始可能です。で、このページはバーチカルになっていて、時間は24時間枠を採用しています。別の日にちや週を見たい場合はカレンダーをタップすることで該当の日にち週に飛ぶことができます。こちらは2020には搭載していなかったので、より使いやすくなっているかと思います。では次に2021年のページを見ていきます。インデックスに戻って2021の数字をタップすると、同じようなバーチカルの形式で表示がされています。で、同じようにページ間のジャンプはカレンダーをタップすることで移動ができるようになっています。では他のリンクについても説明していきたいと思います。左上にあるカレンダーの英字部分をタップすると年間のページにジャンプすることができます。ここは最初に紹介したページになっています。もちろんこのページからも数字タップをするとマンスリーのページに飛ぶことができます。もちろんマンスリーの英字表記部分をタップすることで年間のページに飛ぶことも可能です。さらに年間ページのカレンダーの日付をタップすると該当の日付が表示されたウィークリーページに飛ぶことが可能です。では他のページも見ていきたいと思います。次はウィークリープランをタップして開いていきます。このページでは毎日のルーティーンや、その他には学生の方などは時間割を書いていただいたりとか、お好きにお使いいただくために日付の掲載などはしておりません。ではまたインデックスに戻って、次のページのウィッシュリストを見ていきたいと思います。このページでは1から100まで、番号を振っていますので、100個の、願い事リストを書き込むことができます。
次に紹介するのはマネープランの収入と支出のページになります。ではまず収入のページインカムズから見ていきたいと思います。このページでは1月から12月までの年間の収入と貯蓄を書き込めるようになっています。一応給与と臨時っていう風に書き込みはしてあるんですが、その他にもある方は余白部分に書き込みを足していただいてお金の管理をしていただくといいと思います。では次は支出にあたるページを見ていきたいと思います。このページも1月から12月までの固定支出と流動支出っていう風に欄が分かれているので使いやすくなっています。でこちらもあらかじめ書き込みはしてありますが、その他にも項目がある方は空欄に書いてお金の管理をしていただくといいと思います。では次にムービーリストの紹介に移りたいと思います。まずムービーリストの使い方としては、一番大きなこの四角の枠に見た映画や見たい映画の画像を添付したりすることが可能です。で書き込みの内訳は鑑賞日、タイトル、キャスト、それから評価、あと感想を書き込めるようになっています。では次に紹介するページを、表示させます。ブックリストですね。でこちらも、ムービーリストと似てはいてるんですけども、書き込みの内訳がまた少し違っています。購入日、タイトル、それから著者、あと評価、感想というふうに書き込みの内訳が違ってくるので、ムービーリストと間違えないようにお使いください。では次にハビットトラッカーの2020をタップして見ていきます。で一応2020というふうに記載はしてあるのですが、いつの月でも始めれるように月の記載はしていません。で左の部分に項目を書き出して、達成した日とかに、マス目を塗りつぶしたり線を引いたりして活用することが可能です。例えば他にグラフとして使用することも可能なので、体重の管理などを使いたい方におすすめです。では全く同じなのですが、2021年のページも、一応見ていきたいと思います。2021も同じように、月の表示はしてないんですが、こんな風に12ヶ月分用意してますので、よかったら活用してください。ではデジタルプランナーの最後の機能ですね、フリーページを搭載しています。結構ね、前回のデジタルプランナーをご利用されている方の中に、フリーで使えるページが欲しいという声がありましたので、今回はこちらを、搭載させていただきました。でここは3リンク分あるので、ページの横に、他のページの名前を書き込んで使っていただくと分かりやすいかなと思います。では最後にシュラ姉さんのインフォメーションの紹介に移ります。 YouTube のアイコンタップしていただくと、姉さんの YouTube チャンネルに飛ぶことができますので、デジタルプランナーの使い方が分からない場合などはこちらの動画を参考にしていただけたらなと思います。で、ショップのページをタップするとこんな風に姉さんのショップが開きますので、他の商品を確認していただいたりお使いいただけるかなと思います。今回のデジタルプランナーももう販売してます。で他にあとはインスタグラムですね。インスタグラムをタップしていただくと、こんな感じでシュラ姉さんの SNS がありますので、よかったら、各YouTube チャンネル、インスタグラム、あとショップのフォローよかったらお願いいたします。はい、ということで長い時間ご視聴いただきありがとうございました。こちらの商品は動画の概要欄に貼ってありますので、よかったら覗いてみてください。では次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあねー。